津山港のドルーリーシュエリが1500メガで中国地区高校新記録で優勝、全国高校総体出場権を獲得。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今年1月の全国都道府県対抗女子駅伝3区、3キロで9分2秒の区間新記録をマークした津山港のドルーリーシュエリ、シェリ、 一年が16日、中国高校総体、岡山シティライトスタジアムの女子千5 0 0メートル決勝で、4分16秒76の中国地区の高校新記録で優勝。全国への出場権をつかんだ。全国高校総体は、8月2日から6日に北海道札幌市厚別公園競技場で行われる。放置新聞社、高校陸上、 ドルーリー・シュエリが1500メートル4分16秒76で優勝。高一歴代4位で全国出場を決めるスラッシュ IH 中国。インターハイ中国地区大会、6月16日から18日、岡山岡山県総合グラウンド競技場、1日目。北海道インターハイをかけた中国地区大会の1日目が行われ、女子1500メートルでは昨年の全中優勝者のドルーリー・シュエリ。 津山市岡山が4分16秒76の高一歴代4位の高タイムで優勝を飾った。予選は4分36秒60の4着で決勝に駒を進めていたドルーリー。決勝では森安桃風、銀河学院三広島の作るペースについていき、800メートルを2分20秒前後で通過すると、残り200メートルあたりでトップに浮上。ラスト300メートルは47秒を切るタイムでカバーした。 優勝記録は昨年の中国中学陸上でマークした自己記録、4分22秒60を大幅に更新するとともに、足立智代、京譲り館が13年に樹立した中国高校記録も10年ぶりに塗り替えた。1500メートルで初の全国インターハイ出場権を獲得を手にしたドルーリーは、明日の800メートル予選にエントリーしている。全国インターハイは8月2日から6日に同会場で開催。 各地区大会上位6位までが出場する。男女競歩は5位。女子棒高跳び。女子三段跳び。女子ハンマー投げは4位まで。混成は3位プラス各地区4から6位の記録上位5名。月陸編集部。